行い、再調査検査と実施しています。清掃作業は毎日午前5時、午前10時、午後2時、および午後4時の4回行われています。アメリカの疾病管理局によりますと、県内県の PM2.5 の数値は、1立方メートルあたり27から185マイクログラムの範囲であると報告されています。現在最も高い数値は北部、メイホン県に、となっています。また、県内県のウィアン地区、ウィアンカムカム地区、県内県のチャンプアク地区、およびメイホン県に、県の数値は45から223マイクログラムとなっています。次のニュースです。首相が北部の深刻な大気汚染に強い懸念を示しています。アティシット政府副スポークスマンは、アティシット首相は世界トップ5の大気汚染に、県内県の大気汚染悪化に対し強い懸念を示していると発表しました。北部では数日の大気汚染が戦争に害を及ぼすとされている数値まで悪化しているとして、プライト首相は天然資源環境省、内務省、そして県内県など関連機関に問題解決のためのガイドラインの策定を引き行うよう命じました。北部の大気汚染は山地に毎年発生する山火事が主な原因で、県内県では隣国ミャンマーからの焼きなどに起因する煙が入り込んでいることも一因と指摘されています。当局は大気の量を返し続けているほか、状況を緩和するために法を執行できるよう関連機関に働きかけています。また県内県は県民の大会にも当たって水際旅行対策を実施しています。県内国際展示とコンデンサーメーカーなど各地に安全地帯を設けるなどの対策を実施しています。一方、県内県では N95 マスクの寄付を呼びかけています。県内県では市民が着用するマスクが不足しているとして、保健当局は N95 マスクなどの寄付を呼びかけました。 N95 マスクは普通のマスクに比べて息苦しいと感じる人もいますが、最も呼吸しにくいとされている 0.3 マイクロメートルの微粒子を 95% 以上補修できる高性能マスクです。次のニュースです。各地で水不足への対策が実施されています。灌漑されていない村にトラックで給水するなど、各地で干ばつを軽減するための試行錯誤を続けています。東北部うどん谷県では水資源局第三管区がパチアップ地区の貯水コンテナに水を追加するため給水トラックを送りました。パチアップ地区では数週間にわたって干ばつと戦っています。地元の寺院にも給水が行われました。チャチャ副首相は干ばつ被害を受けている7つの県の住民に対し懸念を表明し、必要な援助を住民に各県知事に要請しました。また県知事副市長は農協に水不足の影響を受けている稲作農家を援助するよう指示しました。各県当局は灌漑されていない地域での干ばつの影響を軽減するため追加の水源を探しています。東北部根県県では6つの地区97戸が夏の嵐により倒壊するなど被害を受けました。特に南本地区では60戸の住宅が被害を受けています。地元自治体が被害状況を調査しており、被害状況に合わせて支援する計画です。農会県では嵐により屋根が吹き飛んだり木や電柱が倒れましたが、幸い怪我人はありませんでした。先週金曜日には警察やボランティアが食料などの必需品を配るため被災地を訪問しました。次のニュースです。2月の経済は前の月と比べ成長しました。タイ中央銀行 BOT は、個人消費の拡大と作物価格の回復により、2月のタイ経済は全体的に成長したと発表しました。タイ中央銀行のドン・シニアディレクターは、新しい政府はまだ誕生していないが、現政権は東部経済回廊計画を含む大規模投資プロジェクトを実施する権限を持っていると述べ、政治的な状況はタイ経済に大きな影響は与えていないとしています。ドン・シニアディレクターは、2月は個人消費の増加と消費者や農業専門家の購買力の増加に伴い、タイ
本経済はあらゆる面で成長したと語りました。パーム油、ゴム、米の価格も上昇しています。大型機器に対する民間部門、公共部門の支出は前の月と比べ2月には増加しましたが、公共部門の支出は前の年の同じ月と比べ縮小しました。観光については2019年1月より予約は200万人と観光客の数はわずかに縮小しました。しかしマレーシア、韓国、日本など他のアジア大陸の観光客は増加しました。2月のタイの輸出は前年同月を 1.7% 下回り、ドン・シニアディレクターはこれは中国とアメリカの貿易摩擦の影響と見ています。2019年後半には回復すると予想しています。中央銀行の上級エコノミストたちは中国とアメリカ2の超大国の貿易摩擦は今後縮小していくと見ており、タイの今年の輸出は 3% 成長すると予想しています。次のニュースです。国家汚職撲滅委員会が授与した規定についてお伝えします。国家汚職撲滅委員会 NACC 事務局は誠実と透明性のモデルであり優れた管理を行った機関に対し NACC 高潔賞を授与しました。この賞は公共部門、民間部門を問わず不正行為を行わなかった機関に対して授与されました。お葬式は2019年3月29日に、バンコク郊外ノンタブリー店の国家汚職撲滅委員会本部で開催されました。この式典は、ヨトラポン警察庁長官が主催しました。今回6つの政府関連機関も、国家汚職撲滅委員会高潔賞の受賞者に選ばれました。受賞したのは、キエフ貯蓄銀行、農業協同組合銀行、PTT 公開株式会社、TTT タイ資源開発会社、タイ石油公社、IRP 石油生成石油化学事業会社など政府関連企業を含む計21の組織が名誉ある賞に選ばれました。 TTT 高潔賞の発表は汚職撲滅活動における功績が認められた政府機関、公社、企業、機関及び民間企業などに授与されるものとなっています。これら各機関を称えることで彼らの士気を高め国際基準までタイの透明性を高めることを目的としています。また国家汚職撲滅委員会は良い統治及び企業取り組みの実践並びに行動規範、企業の社会的責任の推進も進めています。この賞は社会的、経済的、環境的責任、人権の尊重、倫理的行動の遵守、透明性のある管理の遵守などいくつかの基準に基づいて判断されました。ここでラジオタイランドからのお知らせです。ラジオタイランドでは番組をお聞きの皆様からの受信報告やご意見、ご要望を受け付けています。お手紙の場合はラジオタイランド236エタラディバンシートロード、人間バンコクタイランド10400まで、また E メールの場合は rthworldservice@gmail.com で受け付けています。受信報告やご意見ご要望をお寄せいただいた方にはラジオタイランドの QSL カードをお送りしています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。北部の森林火災でおよそ14台の森が焼失しました。首相が北部の深刻な大気汚染に強い懸念を示しています。各地で水不足への対策は実施されています。2月の経済は前の月と比べ成長しました。今日のニュース展望は国家汚職撲滅委員会が授与した賞についてお知らせしました。以上、北部のアイスと番組でした。ごきげんよう、さようなら。しております。それで本日の放送は
終了いたしました。Please start broadcasting Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.